今回は薬屋の独り言第14話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。てってたー。漫画アニメですって使い倒された粉塵爆発。ナロー大好き。粉塵爆発かよ。粉塵爆発って知ってるか？リキちゃんはあんなんで仙台の光景に収まってたのか。マオマオのサササササーってダッシュが見事に活用された回だった。謎の授業といいネタが豊富な内容だったのに最後の粉塵爆発に全部持っていかれてしまった。謎の授業って何だったの？姉ちゃんたち仕込みの防虫術。粉塵爆発なのは分かったが、なぜそんなことを仕組んだのかが相変わらず謎なのですね。宿詞は何考えてるのか分からないし、里へ月詞は柱に頭打ちつけてるし、もうダメぽ。美化碑のペイ出世。力碑が汚されちまった。今は謎の種をまいてるところだからな。回収は2クール目の終盤まで待つしかない。新たしくスクールでかっこいい。マオマオは処女なのに何を教えたんだ。今回は短く感じたな。レバノンとかで小麦のやつで都市が壊滅したのあったな最近。この倉庫の爆発、キセル、1クールの公然の塩での暗殺、緑霊、倉庫版、中祠ら全て繋がってる。来週のナマスもまたその一つ。魂の抜けてた里樹皮笑ったな。どんだけ過激な授業内容だったのか気になるわ。力碑を甘やかしたい。つまり犯人は倉庫の爆発、キセル、1クールの公然の塩での暗殺、緑霊、倉庫版、中祠ら、来週のナマスのどれかってこと。身受けの時の話を先にやったから、自白の交換が6章間の議場身受けしたらしいって噂話がなくなってたな。オープニングでリファ様が本を読んで赤面してるのはエロ本読んでるのかい？ロリヒアクションがいいな。音声カットされてたのだけれど、あれ全部手書きで人数分用意したのか。新上級妃の入れてーシーンは兄よりか。新しい日はもしかして言語が違うのか。何も喋らないし、今更だがリカに教えたのってパイズリで合ってんだよな。ナロー系はほんと粉塵爆発が好きだよね。魂抜ける里樹皮かわいい。傲慢無礼で無表情のローラン妃の未来を思うと泣けてくる。本当に本当にいい娘なんだよな。粉物保管庫で火つけたバカが自爆したって、こんところただの事故やねん。キセルは新木先の仕業との匂わせかな。とりあえず、シャオランやリーシュヒの活躍をもっと見たい。マオマオばっかりでは飽きる。今のところは全編新作画だし、もっと可愛いキャラたちを前面に出してもらいたい。マオマオすげーもいいけど、男視聴者にもサービスシーンが欲しい。ローラン妃とマオマオが初めて会った場面って勉強会だったのか。完全にマオマオのイメージがエロの人になっちゃうじゃないか。教育、上級妃だけで言い訳ないだろ。マオマオ、将来、ローラン妃はとても気の合う仲間になる可能性があるからな。秘密の授業のための教本を荷車で運ぶマオマオは、あの大荷物を乗せた状態の荷車を引いて会場の建物入り口の階段を登ったのだろうか。第8車で階段どうしたのよって俺も思ったわ。まあ普通に考えや高順が手伝ったんだろうけど、直前に手伝いを拒否するシーンがあるからね。どんなエロテクニックを教わったのやら。ブロージョブとかドギースタイルとか性感帯のツボ。ローラン妃、喋らなかったな。どういう人物だか全くわからん。オーラン妃関係は何言ってもネタバレになるからな。もしアニメが続いたとしても全容がわかるのに気の2クール目ぐらいなんで、気になるなら原作かコミックを。オーラン妃が最初に下女連れて歩いてるシーン、オバロのコキュートスを思い出した。思わせぶりな感じからオーラン妃は重いイベントキャラなんだろうけど、力士はもう毒殺イベント終わったモブキャラかと思ってたのに、なんか丁寧に書かれてるのが気になる。スタッフに力士推しがいるのか、原作でこの後に重いイベントが残ってるのか。ローラン妃って若いのかロリババなのか判断がつかんかった。
ローラン氏については察しの良い人は今後のキャストの記載方法でネタがわかっちゃうからな。時々有名人と名前が被るのが気になる。ひょっとして俺が知らないだけでキャラ全員実在の人物から撮ってる？実在の人物から撮るとネット投稿などで簡単に名前が変換できるメリットはあるな。そろそろ登場人物を整理しないとついていけない気がしてきた。メガネのないリクソンなんてリクソンじゃない。ローラン氏浜尾真央と同い年。オーラン氏の登場シーン、ほぼモノクロの中に紅が生えててよかったわ。なんかリカ様可愛くなってるな。化粧濃すぎてわろた。リハクって聞くと小中学生でも知ってる監視の人だけど、ありがちな名前らしいから実在人物がモデルとまで思わないな。化粧濃い設定だけど、でもメイクマオマオに比べたら全然薄いんだよね。アニメだと昭和の頃はリクマゴで変換されたし、ゲームの三国志もリクマゴだったのよ。今時だと変換候補にすらリクマゴが出てこない。面白いのにセリフの言い回しだけ残念。マッドサイエンティスト、アイドル、マニアック、あの世界にそんな概念があるなんて。そもそも力は原味角とあたき先を見てこれが理想の夫婦像なんだろうなって思ってたくらいだから、いくら自分が人はいえそんな人の旦那みたいなやつと用ともにするのは嫌だろうな。特にマオマオの講義受けてから余計に。中国交通の不作術見たことあるけど、口言は禁止事項なんだよな。五種は一しずくたりとも無駄にしてはいけないらしい。これは史実じゃなくファンタジーだから、何でもありって早く切り替えろよ。マオマオは牛を引きずるほどの腕力を持っていたことからトラチと呼ばれた。マオマオ自分から騒動に介入する気満々じゃん。どうした？それにしても講義の内容が気になる。いくら議論で育ったにしてもなぜそんなに詳しいんだ。オーラン氏の声期待してる人いるが今シーズンは言葉話さないから。マオマオがやる気を出したのか。今日は結構自分から首突っ込んでた。今回は薬屋の独り言第14話に対するネットの反応感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。